はい、皆さんこんにちは。本日は、ね、映画を見てきました。で、本日見てきた映画はこちらになります。カルフルな魔女、角野栄子の物語が生まれる暮らしということで、魔女の宅急便の作者の角野栄子さんですね、これの密着のドキュメンタリー映画です。これを見てきましたと。で、語りはね、宮崎あおいさんになってますね。映画は前橋シネマハウスで見てきました。まあ、角野栄子さんね、まずね、魔女の宅急便は有名ですよね。宮崎駿監督の魔女の宅急便の原作者で、でさらにね、お化けのあっちそっちこっちの原作者でもあり、もっとね、他にもいろいろね、児童文学も書かれてるので、本当にね、日本を代表する児童文学者ということになってますよね。で、魔女の宅急便に関してですけど、原作の魔女の宅急便、ちょっとね、アニメの方の、映画のね、宮崎駿監督の魔女の宅急便をイメージされると、ちょっと物語は違うんですよね。実写版のね、魔女の宅急便っていうのがありまして、あっちがね、本当に原作に忠実な作品になってると思います、確か。そんなイメージでしたね。確かかなり前の話なんで、一応ね、魔女の宅急便読んでるんですよね。本当昔若い頃に、そんなわけでね、今回角野栄子先生の物語、ドキュメンタリーを見てきました。で、まずね、このまず角野栄子先生ね、88歳とは言うんだけど、本当にね、このカラフルな、本当におしゃれな格好されていて、でさらに、ね、元気で、で常にね、コロコロ笑ってるような感じなので、本当にね、その年齢を感じさせない。下手をすればね、今時のね、疲れてる40代の方がよっぽどね、ちょっと高齢者に見えるような、それぐらいのね、バイタリティとね、元気のある本当に作家ですね。本当に先生ですね。でさらに、国際アンデルセン賞も受賞したりとかね、本当にすごい作家さんで、本当にね、よく描かれてるなっていう。で、ここ読んでみるとね、なんとね、260冊も作品出してるらしいですね。そんなに出してるんだって感じなんだけど、とにかく、すごい、本当にまだまだね、想像力もあり、好奇心旺盛で、あとね、食事もね、本当によく食べられてるので、まだまだ元気だなって感じがしますよね。で、そんな角野さんを、4年間にわたって撮影し、創作活動の裏側が収録された貴重なドキュメンタリー映画ということで、本当にね、まず最初の方はね、その角野栄子さんの日々の生活みたいな、ね、ルーティンワークみたいな、自宅での生活とか、あと、執筆活動ですよね。文章を書いてるところの映像ね、文章を書くといっても、その今時ね、ペンで書くんではなく、Apple のコンピューターで、キーボードで打ち込んでますね。ものすごくね、本当に綺麗な部屋で、おしゃれな感じで書かれてますね。本当に。で、あと他にもね、旅をして、知り合いの、児童文学をね、扱ってる本屋さんですね。そこら辺に行って、さらにね、小学校ですね。小学生たちに、こう、いろいろね、公園みたいなね、公園というのかね、なんかそういったちょっとなぞなぞ出したりとかですね、ちょっと遊んだりとかね、してましたね。もう子供たちも知ってるようで、角野栄子さんが来てくれましたなんて言うと、もうね、わー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 大騒ぎなんですよね。やっぱすごいなってことでね、子供にもね、やっぱ知られている。やはりタイトルとしてね、この魔女の宅急便、これもでかいのもあるし、あとね、お化けのね、あっちそっちこっちもね、あるので、結構やっぱね、代表作多いんですよね。児童文学に関してはね、本当にすごい作家なんですよ。ただね、そこを取材するだけでなく、やっぱ一つのね、大きなこのドキュメンタリーを撮る以上ね、なんかね、角野栄子さんにとっても大きな何かしらね、イベントがないとね、ドキュメンタリー映画としてね、成り立たないので、この中でね、一つの大きな出来事はね、ルイジンニョ少年ですね。ルイジンニョ少年。もうね、少年とは言っても、これ、角野栄子さんが、20代の頃の少年なんですよ。子供なんですよね。角野栄子さんがね、昔24歳ブラジルに行ったんですよね。結婚した後ね、24歳ブラジル渡って、その時はね、1ドル360円固定相場制の時ですね。あの時確かね、日本から10万円ぐらいしか持ってっちゃいけないとかね、結構外貨規制、外貨を出しちゃいけないとかいう時代だったはずなんですよ。だから10万円しか持っていけない。その1ドル365円の固定相場の時ですよね。そんな感じの時代ですね。で、その時代に、個人移民というかね、そういったことで渡ったらしいね、ブラジルに。戦後、角野さんがね、戦争が終わったのは10歳の頃で、だからね、まず戦争のこ
ことも記憶にある世代ですよね。そんなわけで、まあ、その時の価値観の変わったこととかいろいろあって、でブラジルに渡ったのはいいんだけど、そこでね全然暮らしに馴染めずに言葉もわからないわけじゃないですか。それまでだって日本にいたんですからね、あの 戦中の日本にいた人なので、まあ本当にね英語はおろかね、いきなりポルトガル語ですからね。でポルトガル語がわからないのでってこと でそのねブラジル生活の中で出会ったのがルイジーニョ少年ですね。本当に近所の少年だったらしいんですよ。でこのルイジーニョ少年がずっとねその角野さんにねポルトガル語を教えてくれたり、いろいろね踊りとかねそういったこともね楽しげにね教えてくれたりとかしてくれたっていうんで、でこの時のね、ブラジルでの生活を大学時代の恩師が本にして書いてみないかってことを言われて、そこで書いたのはねその自分の恩人であるそのルイジーニョ少年を主人公にしたね、ルイジーニョ少年ブラジルを訪ねてという作品を書いたんですよ。でこれが作家デビュー作らしいですね。角野栄子さんが一番最初に本を書いたのがねこのルイジーニョ少年のことで、でこのルイジーニョ少年とねずっと会いたかったらしいんですよ。 Facebook とか、まあ最近ではねそういった時代ですよね。 Facebook で探したりとかしていたら、まあひょんなきっかけで見つかったんですよね。で当時24歳なんですよね。でその時のね、ルイジーニョ少年もね10歳ぐらいなので、もうね今ではね、角野さんがもう88歳なので、もうそのルイジーニョ少年もね少年ではなくね70代ねおじいさんになってるんですよね本当に。なのでねここら辺がねつながって、さらにねこれを再会するっていう62年ぶりの再会ということで、うん、これが今回のドキュメンタリーの目玉ですね。この角野さんがブラジル時代のその恩人である少年ですね、これとの再会というようなテーマ、これがねすごいテーマになってる。ここに言いますよね、このおじいさん、ブラジル人のおじいさんがルイジーニョ少年で、さすがねルイジーニョ少年もねこのやはりブラジル人というかね素晴らしい人で、ルイジーニョは子供の頃はねすぐ壁とか叩いてリズムを刻んでくれたんだとかね、そういったことを言ってくれて、でそしたらねちょっとね自分のね愛用のタンバリン出して、でタンバリンをこうね軽く叩くだけでもうねそのサンバのリズムというかね、それをね叩けちゃうんですよね。こういうのがねかっこいいですよね。こういう年寄りになりたいなとかね。でさらにこのねルイジーニョ少年の本を渡したりとか、そういった角野栄子文学館みたいなものを作ったので、それをね見せたら本当にねおしゃれな気の利いた言葉をね言ってくれるんですよ。本当にねこのねルイジーニョ少年ね本当にもうタレントさんかと思うぐらいねこの気の利いた言葉で、あとねさらに角野さんもルイジーニョ少年のね母親から教えてもらったその料理ですね、ミートソースみたいなソースがあるんですよ。でそれを作って、でそのミートソースを作ったねスパゲッティを作ったら、本当にねルイジーニョ少年も、まあ少年じゃないですけどルイジーニョさんも本当大喜びしたりとかね、本当になんか心温まる、うん、ドキュメンタリーに出来上がってましたね。本当にこの二人が再会するっていうね、なんかこうね年を経た人がね時間を置いてね再会するっていうのはね、もうそれだけでものすごいドラマとかいうか、うん、変に言葉を交わさなくてもねなんか伝わってくるものがありますよね。不思議とねもうそれだけで感動するんですけど、このまたルイジーニョ少年がね本当にタレント性がある人で、まあ、本人はねなんか警察とかねそこら辺の仕事をね真面目に勤めて、でまあリタイア後の生活をね送ってるということで、まあそれなりにね成功されてるようなので、まあ本当にね不思議な出会いというか、またねそのだからそのルイジーニョさんがねこう日本にまでやってくるってことで、本当にドラマチックなドキュメンタリーに仕上がってますよね。まだまだね作品も書かれてるということでね、この角野栄子さんのまた作家としてはね、生活にも、まだ弾みがつくんではないでしょうかね。本当にそうそう、この魔法の文学館ですね、魔法の文学館がオープンしたということでね、これルイジーニョさんに見てもらったということで、まあそんな感じになってますね。まあというわけでね、魔女の宅急便の原作者、カラフルな魔女角野栄子の物語生まれる暮らしというのをね見てきたでした。では皆さんご視聴ありがとうございました。ではまた。